はい、こんにちは。わーチャンネルマイハルです。今日はこちらですね。うん、仮面ライダージオのデラックスライトストライカーとライダーアーマーシリーズのゴーストアーマーとエグゼイドアーマーです。はい、ということで2018年9月29日本日発売のこのシャン商品買ってきましたね。それと別途ですね、このゴーストライドウォッチ、うち持ってなかったんでね、うん、これも買ってみました。だから両方こうバンドできるんだね、これでね、うん、はい、じゃあ早速開けていきたいんだけど、その前に高評価、高評価、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね、はい、じゃあ行くよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、まずこちらがバイクライドウォッチだね。そうですね、ライドウォッチなんだけど、これ自体がバイクに変形するので、かなり分厚めかな。そうだね、いつものと全然違うね。それでボタンとか全くないです ね、 そうだね、回転ギミックもないですね。はい、続いてゴーストライドウォッチですね、うん、これは、皆さんもうご存知だと思いますけど、うち持ってなかったんでね。そうだね、絶縁シートを取っちゃいましょう。うん、はい、じゃあ音鳴らしてみよう。はい、これ2015って書いてあって、例のゴーストのマークだね。うん、じゃあもう一回押してみましょう。はい、お化けのライダーなんだ。お化けライダーなんだ。まあそうだけどね、うん、じゃあ文字盤を回転させてもう一回鳴らしてみよう。ゴースト、じゃあ時空ドライバーで聞いてみましょう。時空ドライバー、じゃあアーマータイムから聞きましょう。あー、海岸ってね、うん、いいね。ごめん、オメガタイムバーストか。あー、はい、続いてジオライドウォッチとバイクライドウォッチ、うん、聞いてみましょう。はい、こっちはなんないかな。あら、音止まっちゃった。ほんとだ。で、あ、バイク音鳴るだけ。そうみたいだね。必殺技はちなみに、あー、バイク音だけなのね。なるほどね。ちなみにこれでやってみるとどうなんだろう。あらー、なんない。これもズーンって何度かと思ったらなんなかったね。そうだね。はい、では続いてこのバイクライドウォッチをライトストライカーに変形させてみましょう。はい、進行お願いします。まずこのバイクの文字のところを引っ張る。引っ張る。おお。これで。あ、タイヤなのね、これは。ガチャッと。はい。この顔がある部分をこっちに移動。前に出すの。うん。それで裏の個別認識プレートをここまで、バイクの右手の部分をハンドルね、回転させて、次にタイヤを前に出す。あ、前輪ね。うん。はい。そしてバックライトを回転させて、おバイクの完成。あ、これで完成ね。うん、内側から見るといいんだけど、こっち側から見るとちょっとこの個別認識プレートが邪魔かなって感じだけど。そうだね。でもこの個別認識プレートがあの台になってくれるから。あ、スタンドね。なるほどね。はい、ということで RKF のジオを乗せてみましたけど、サイズ感バッチリだね。そうだね。それで今回なんかすごいビシッと乗る。うん、ビシッ、姿勢はいい。姿勢はいいけど、まあそれはしょうがないとしてね、うん、ちゃんと乗るね。ちゃんと乗る。ビルドのフィギュアはこうさ、握るタイプだったじゃん、うん、でも今回の RKF はそうじゃないからさ、
しっかりハンドルも握ってくれていい感じだね。いいね、うん、結構いい感じだね、うん、ちなみにこの状態でもなんとね時空ドライバーにセットできますんで。おそれで、あーおおおおすごいすごい、いいじゃんこれ、ちゃんと入った。音あの回さなくてね、うん、一回戻せないんだね。そうこれはバイクから音が鳴らないからね、うん、あ、いい感じ、いい感じ。すごい、こんな。面白い、面白い。はい、続いてこちらがライダーアーマーシリーズの。ボーストアーマーだね。そうだね。これは今、ゲイツ側ですけれども、これひっくり返すと、ジオ側になるね。そうだね。で、アイコンこれまた付け替える必要がありますね。うん、前、ビルドの時うちらね、はめんの忘れちゃったからね。そうだね、うん。ひっくり返すの忘れちゃったんでね。うん。はい。それで、ゴーストアーマーには、時間ザックスの弓モードと、時間ギレートの銃モード、この2つも付いてましたね。うん。続いてこちらがライダーアーマーシリーズのエグゼイドアーマーだね。そうですね。こちらがジオ側でこちらがゲイツ側ですね、うん、で今回肩パーツは変える必要ないね。そうだね。これありがたい、嬉しいね。じゃあそれぞれセットしてみようか。はい、はい、ということでゲイツのゴーストアーマーできましたね、うん、これかっこいいね。いいね。アンダースーツが赤でさ、アーマーが黒だから、うん、すげえ合ってる。アップにするとこんな感じだね。ちゃんとひらがなでゴーストって書いてありますね、うん、で肩にゴーストアイコンがついてんだね。すごい奇抜なデザインだけね。足がこんな感じです。かっこいいね、うん、そうだね。はい、ということでこちらがジオのエグゼイドアーマーですね、うん、いやーこれは劇中通りすごいね。ハンマー両手ってすごいね。これすごいよね。アップにするとこんな感じですね。副眼がカタカナでエグゼイドって書いてあるね、うん、で肩にガシャッとがついてますね。すごいね。これすごい。でこんな感じ、うん、手にハンマーがついてたね。ガシャコンハンマーだよね、うん、それでこのガシャコンハンマーの腕をはめるとき、うん、手に棒を持たせて刺した感じだったよ。ああ、ここちょっと難しいのね。うん、なるほどね。で足はこんな感じですね。すごいいいね、うん、じゃあ今度逆にしようか。ジオにゴーストアーマーで、ゲイツにエグゼイドアーマーやってみましょう、うん、はい。はい、ということでこちらがジオのゴーストアーマーだね、うん、これ割と似合ってるね。そうだね、うん、いい感じ。色的にそんなに違和感ないし、うん、かっこいいじゃん。はい、アップにしてみるとこんな感じですね、うん、副眼にカタカナでゴーストって書いてあるんですね、うん、いい感じ。すごく、うん、似合ってるね、うん、いい感じ、いい感じ、かっこいい。はい、ということでこちらがゲイツのエグゼイドアーマーですね、うん、これちょっと違和感あるかな。そうだね、うん、これ手のガシャコンハンマーが白でアーマーが黒なんでちょっと違和感ね。そうだ、こっちが違和感ね。副眼はひらがなでエグゼイドって書いてありますね、うん、で肩パーツはねさっきも言ったんだけどこれひっくり返す必要がないんでこれ楽だね、うん、その代わりハンマーをお願いしたね。あ、そう、ハンマーのこの腕パーツ、この部分のパーツはね左右入れ替える必要あるけどね、うん、うん、そんなもんですかね。見つけた、ここがアーマーの墓場が。よし、今のうちにエグゼイドアーマーを完成させちゃおう。エグゼイド、ようやくバイクがないからようやくここに着いたぜ。あ、なに？ジオ、お前まさかもうすでにアーマーをセットしていたとは。ならば俺も何
のうちにゴーストライド落ちてアーマーを集めなければ。させるか。うわあ、若き、お前、俺が今まだアーマーを着てる最中だぞ。おお、ああ、ちょっとちょっとちょっと。なんてことする。させるか。あーちょっとちょっとちょっと。おお、今だ。まさか、ちょっとちょっと。ジオってひどいのね。やっぱりお前は魔王だぞ。ゲームクリア。はい、ということで今回は仮面ライダージオのデラックスライダーストライカーと RKF のゴーストアーマーとエグゼイドアーマーでした。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつもとも出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中だからよろしくです。ということで今回は以上でございます。バイバーイ、はい。